昨年ドラフトで指名した選手は佐々木や伊豆口、西舘など即戦力ドラフトを行ったこともあり、多くの選手が一軍の舞台に登場しました。佐々木、伊豆口は一軍のレベルの高さに跳ね返されていますが、良い経験になっていて近い将来巨人を背負って立ってくれることでしょう。今年も早いことにシーズン半ば、2024年のドラフト会議が近づいています。今回の動画では2024年巨人のドラフト指名候補を予想します。動画をご覧になりながら、この選手がおすすめ、この選手こういうところが長所だよといったご意見をぜひお寄せください。では一緒に見ていきましょう。第一巡選択希望選手、読売、西川美翔、外野手、青山学院大学。2024年のドラフト1位予想は青山学院大学の西川美翔選手です。プロのスカウト陣が注目する右打ちの外野手で、3年春に打率3割6分4厘、3本、10打点で MVP を受賞した大学代表の4番筆頭候補でもあります。182センチ、88キロとプロの中で見れば決して突出した体格というわけではありません。しかし思い切り振り切るスイングで、その当たりでそこまで飛ぶのといった力強い打球を飛ばします。インコースに来たボールを引っ張った打球は強烈ですが、追い込まれてからの逆方向への軽打も魅力で、追い込まれた時の中田翔がイメージしやすいです。遠投は105メートルですが、精度は少し不安定で、50メートル6秒3はプロだと平均以下なので、このあたりが伸びしろといったところでしょう。1位は関西大学の金丸夢人投手との天秤になりそうです。今年はどちらかというと野手が豊作なので、競合を見据えて金丸を指名し、以降は思い切った野手ドラフトという可能性もあります。ですがここ近年は倒壊していたこともあり、多くの投手を指名しました。先発左腕は若干の不安が残りますが、今年はとにかく頻打に悩まされるシーズンです。ヘルナンデスが救世主となって交流戦を乗り切り、またシーズン通して丸が奮起しています。しかし岡本のメジャー流出、坂本や丸といった中軸の高齢化、2軍の若手野手陣の不振と、現時点で1位は中軸を担える野手の獲得を目指すでしょう。第1巡選択希望選手、読売、石塚優生、内野手、花咲徳栄高校。もし西川を外してしまった場合は、花咲徳栄の石塚を指名すると予想します。石塚はプロが注目するショート兼サードで、強打が売りの右のスラッガーです。181センチ81キロの大型ショートで、高校通算20本以上放っているパワーと、広角打法で逆方向への長打も魅力です。1年秋から4番サードでレギュラーを張り、2年春から3番ショートに転向しました。映像を見てみると、ショートでは少しぎこちなさを感じます。なのでサードが基本線で、チーム状況次第ではという考えがいいと思いました。大阪商業大学の渡辺誠也や明治大学宗山瑠衣は1位で消える可能性が高いと予想します。石塚も1位で指名する球団がありそうですが、今回は外れ1位で競合すると想定します。右打ちで長打力が売りの内野手なので、将来的にクリーンナップを担える大砲を想定しての獲得です。岡本がメジャー挑戦する最悪のケースでは、石塚ではなく即戦力を狙うという可能性もあるでしょう。石塚には巨人スカウト陣も目を光らせており、走攻守すべてにおいて本当に楽しみ、毎日見に行きたい、欠点がないと言っても過言ではないと昨年末から評価しています。第2巡選択希望選手、佐々木大、内野手、青山学院大学。ドラフト2位では青山学院大の佐々木を予想します。高校時点で通算41発、進学してからはリーグ通算12発を誇る強肩強打が売りの三塁手です。178センチ82キロと大柄ではないものの、打席ではそれ以上に雰囲気を感じます。
豪快なフォロースルーは元オリックスの吉田のように惚れ惚れしますね。右投げ右打ちの強打者はもちろんですが、遠投は100メートルで、高校時代は投手もやっていたこともあり、強肩も魅力的です。巨人スカウト陣もマークしており、直近でも打撃のリストが強く将来性がある、献身的に野球に取り組む姿がいいとコメントしていました。またコロナの影響もあり、高校からプロを目指すもアピールの機会がなく断念。そこから這い上がり、現在はキャプテンも務めるなど、精神面での強さも伺えます。もう一つ注目したいのが巨人の1・3塁手の選手層です。支配下と育成含めて極めて厳しい状況です。30歳以下の支配下で見ると、菊田、郡、秋広、岡本、育成では宇都宮、相澤しかいません。坂本がサード、岡本がファーストを守っていますが、坂本は衰えが見え、今年も休み休みで出場しています。岡本もメジャー挑戦が取り沙汰されており、将来的に間違いなく頭を悩ませることになるので、ここら辺で補強しておきたいところでしょう。ただここ直近で勝負強い打撃でかなり評価を上げているので、間違いなく上位で消える選手です。巨人の順番次第ですが、できれば2位で獲得を狙いたいでしょう。富士大の麦谷などの即戦力外野手も候補に上がりますが、昨年に萩尾や佐々木を指名しており、今年は多くの実戦経験を積ませました。1位の西川に加えてまで、上位での即戦力外野手を複数指名はないと予想します。この夏次第で早稲田実業の宇野慎次郎も候補に上がってきそうです。第3巡選択希望選手、箱山春人、保守、県大高崎高校。3位は県大高崎の箱山を予想します。2塁送球1秒85の強肩と、チームの4番を担う強打が売りのプロも注目するキャッチャーです。とにかく身体能力が高く、速球にも振り負けない力強いスイングと、高校通算28発を誇る長打力はスカウト陣からも高評価です。肩はすでにプロでも通用するレベルで、巨人の投手陣を将来的に引っ張っていってほしいと思いました。先輩にも物おじせず意見を伝えられる精神面での強さも魅力的です。巨人ではメンタルが弱い選手は活躍できない風潮がありますが、その心配もないでしょう。大城や岸田、小林もいるのに3位で保守指名と感じてしまいますが、年齢分布を見てみると保守は補強ポイントということがわかります。支配下では山瀬が次世代の筆頭候補ですが、すでに23歳でそれに続く選手がいません。そろそろ高校生のキャッチャーを指名するでしょう。大城の FA の噂も加速していますが、岸田の台頭のおかげもあり、即戦力というよりは高卒保守で底上げを狙うと想定しました。大城流出の場合は、岸田をメインに小林で休養を与えながら、山瀬に徐々に実戦経験を積ませ、ファームで箱山を育てていくでしょう。第4巡選択希望選手、吉田誠也、投手、西濃運輸。1位2位で野手、3位で次世代のキャッチャーを獲得したら、4位では即戦力の左腕獲得を目指し、吉田誠也を指名すると予想します。吉田は主に先発をメインに登板していますが、リリーフ経験もあります。常時140キロ中盤から後半まで記録し、直近では最速152キロも計測しました。都市対抗野球二次予選東海大会の決勝戦では、9回を投げ切って被安打4、奪三振12、自責点0を記録。精密なコントロールで安定感があり、武器となるチェンジアップで三振を奪うことができます。巨人は投手全体で見ると困っていませんが、先発の左腕が不足しています。来年に向け、グリフィンや井上に次ぐ先発候補としてシーズンを戦い抜ける盤石な投手陣へ向けて底上げするのではないでしょうか。第5巡選択希望選手、田中龍馬、投手、旭川実業高校。5位は旭川実業の田中を予想します。
スカウト陣も日に日にレベルが上がっていると評価する右腕で、ロッテの田中風紀は3個上のお兄さんです。自慢のストレートは最速151キロで、ノーアウト満塁のピンチでも強気に速球で押せるピッチングもできます。アベレージは140キロ中盤で、巨人スカウトは伸びもまた良くなってると伸びしろも評価しています。変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップを持っていますが、特にスライダーはよく空振りを取っています。スカウト陣もスライダーのキレが良くなっていると評価。現状の巨人は右腕に困っていません。しかし来年21歳の京本に続く選手は育成の田村と園田のみです。それに続く伸びしろがある高卒投手を期待しての田中指名を予想しました。第6巡選択希望選手、片井海斗、内野手、二松学舎大学。6位は二松学舎大の片井を予想します。175センチとプロの中では小柄ですが、95キロでどっしりした体格で、プロも注目する右打ちの一塁手。1年夏の時点から4番を張り、高校通算29発の長打力が魅力です。175センチですが95キロということもあり、打席で感じる雰囲気があります。引っ張った打球はもちろんですが、流す方が得意というように、芯を外しても逆方向へ強力な打球も飛ばせます。また憧れはあの巨人岡本和真だと言います。巨人へ入団したら弟子になるかもしれません。憧れの選手と一緒に練習できるのはモチベーションも高く維持できるでしょう。明るいいじられキャラでもあるので、ベンチを和ませる役割もできそうです。2位予想の佐々木の時にも紹介しましたが、巨人はとにかく1、3塁手が足りていません。30歳以下の支配下で見れば、菊田、郡、秋広、岡本、育成では宇都宮、相澤しかいない現状です。将来を見据えた長距離砲、一塁手の片井を中軸候補で指名すると予想します。育成編。1人目、竹下海斗、敦賀気比。育成選手1人目は敦賀気比の竹下を予想します。マックス140キロの左腕で、4番エース兼センターでチームを支える選手です。180センチですがオーバースローで投げ下ろすので、身長以上に角度を感じる投球フォームです。常時120キロから130キロ前半ですが、チェンジアップとカーブでさらに緩急をつけて打ち取ります。バッティングでは5番センターを主に務め、2年秋には15安打4長打でコンタクトに長けている左の好打者でもあります。巨人の補強ポイントである左腕投手おは若手外野手と合致しています。左腕投手としての評価が高く、巨人の選手層を見てみても投手と計算しての指名になりそうです。2人目、菊池春雲、千葉学芸高校。もう一人は千葉学芸の菊池春雲です。巨人秋広を彷彿とさせるような身長2メートルを誇る右腕です。2メートルから放たれる最速148キロの角度のあるストレートと、スライダーやカーブ、フォークなどを高身長とは裏腹に器用に投げ分けることができます。2メートルの高卒投手と聞いただけでわかりますが、間違いなく素材型の選手です。入学時には120キロだったのが20キロ以上も球速をアップさせたといいます。目指すは160キロだと本人は語りますが、間違いなく身体能力だけで言えば到達可能でしょう。巨人では秋広や鴨内に続く大型新人が誕生するかもしれません。3人目、岡本塁、八戸学院光星。最後の一人は八戸学院光星の岡本です。最速148キロの左腕で、力強いストレートとスライダーを中心に緩急をつけられるチェンジアップやカーブ、カットボールを持っています。楽天の松井のように体全体を使ったオーバースローが特徴の選手です。プロレスが好きだといい、ピンチの場面でも強気なピッチングができるのも持ち味です。
今年のドラフトは野手ドラフトになりそうで、強打の野手が少ない巨人にとって大収穫のドラフトになりそうです。あなたは誰を指名したらいいと思いますか？あなたのご意見ご感想をコメント欄でお聞かせください。この動画が面白いと思ったらいいねボタンをよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次も興味深い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。